か、もしこ選手。そうですね、私服です。私服ですか、はい、おしゃれジャージ。はい、そうですね、ね、まあ、寝巻きじゃないですよ、寝巻きじゃない。寝巻きでこんなとこで踊るしちゃうんですか。寝巻きじゃないです、はい、私服です。私服で、かっこいい。そして、松浦選手、これは私服です。私服ですね。お二人、おしゃれには興味がある方ですか。おしゃれ、おしゃれ、興味ありますよ。興味あります。あります。他にはどんなお洋服で他お出かけするんですか。他は結構アクティブな感じですよね、これ。今からでも何だったら練習もできますみたいな。そうですね、はい、やっぱりサッカーのこと考えてるんで、いろいろ持ってますよ。スウェットの種類もねスウェットとかジャージだけでももしかしていっぱい持ってるってこと。でも普段スウェット多いです。スウェット多いですか。いろんなスウェット持ってます。なるほどね、スウェットおしゃれということで。松浦選手は。そうですね、2人ともスウェットおしゃれということだそうです。さて、あの新しい年を迎えて、まあ、もういよいよチームも動き始めるというところなんですけれども、お正月休みお二人はゆっくりできました。犬塚選手どうですか。お正月どんな風に過ごしました。正月は、はい、実家半分あったんですけど、はい、普通にゆっくりと。普通にゆっくりと、うん、実家で過ごしてましたね。ご家族と。そうです、家族と、うん、サッカー選手だとやっぱりこう体調のこととかもね気にされるかなと思うんですけど、お酒控えたりとか寝不足にならないようにとかって、そういうお正月から気にしてたりするんですか。僕は普段抑えてるんで、はい、まあ、こういうシーズンが終わってここになると多少結構気にせずに飲んで、はい、正月結構気にせずに飲んで、はい、過ごしてます。お酒は何が好きなんでしょうか。お酒は焼酎の方が、ビールより焼酎の方が。ビール、焼酎の方が。焼酎、うん、飲みやすいです。さて、でもお二人とも浜松出身なんですよね。っていうことは松浦選手も実家で。そうですね、うん、割と割とゆっくりと。普段松浦さんの寮にいらっしゃるんですよね。はい、実家に帰ることって多いですか。それとももうずっと寮にいる感じ。寮のこと。じゃあ結構、まあ、近いとはいえ久々の帰省だったんでしょうか。そうですね、はい。松浦選手はね、今年ちょっと成人式迎えられましたよね。成人式出ました。はい、出ました。出ましたよね。皆さんブログとかで、ね、もしかしたらご覧になったかもしれません。ものすごい女の子に囲まれた写真がいろんなメディアに載ってるのを私は見たんですけども、成人式どうでした。はい、みんなの前で楽しかったですね。成人の誓いは立てましたか。いや特にはお正月、まあ、飲んだくれて過ごしていた犬塚選手、はい、ちゃんとチームの練習に備えて練習もしてたんでしょうか。そうですね、お正月期間は、はい、つい2日ほど前からやり始めましたつい2日ほど前、それで間に合います。確か明日から本格的に練習が、はい、間に合います。間に合います。もう体調バッチリですか。本当にすごい、すごいバッチリ。すごいです。じゃあってことは普段から結構気をつけてるタイプですかね。普段は気をつけてます。例えば、普段は、睡眠時間を多くとるとか、うん、そうですね、そういうちょっとした、はい、食事制限というか、あまり、夜遅くに食べないとか、はい、まあ、そういうぐらいです。